ドイツのシュトレンスライスしたオランダのシュトレン。生地の中央にマルジパンの塊が見えるシュトレン。日本にてシュトレンはドイツの菓子パン。オランダ語ではストルトされる。国内で広く認知されている表記のシュトーレンはドイツ語の発音としては正しくない。ドイツとオランダでは伝統的にクリスマスに食べる食品で、その時期に売られるものはクリスマスのシュトレンという。 一般に、シュトレン発祥の地は、ザクセン州のドレスデンとされているが、シュトレンの原点となる最古の記録は1329年のナウムブルクの司教に贈呈したクリスマスの贈り物であるとされている。ドレスデンで、シュトレンの名前の使用は、ナウムブルクの記録から150年後だった。シュトレンという名前はドイツ語で、行動を意味し、トンネル型の形状から名称された。 酵母の入った生地に、レーズンとレモンピール、オレンジピールやナッツが練り込まれており、焼き上げたケーキの上には真っ白くなるまで、粉砂糖がまぶされている。その形が、幼子イエスを産着で包んでいるように見えると、言われている。ドイツでは、クリスマスを待つ4週間のアドベントの期間に少しずつ、スライスして食べる習慣がある。フルーツの風味が時間の経過とともに、パンへ移る。 フランス東部のアルザス地方でも食べられ、地方の代表的な菓子とされている。ドレスデンでは、クリスマス時期の第二アドベント前の土曜日に、巨大なシュトレンがパレードするシュトレン祭が開催されている。日本における初めての製造、販売は1969年の福岡のスベンスカベーカリーであり、販売開始当初より、毎年、伝統的な製法により2ヶ月以上かけて、 作られている。神戸でも親しまれているパン文化を兵庫県内に広げようと、2018年には神戸市を中心とするパン店が兵庫首都連の会を結成し、12月2日から24日に販売された。なお、ドイツの基準に習い、小麦粉に対してバターは30%以上、ドライフルーツは60%以上を使用し、マーガリンは使用しないとした。 ありがとうございます。